新型コロナウイルスの被害が世界で最も深刻なアメリカでは、感染者の増加傾向が続いています。ワシントンポスト電子版は10日、全米の1日あたりの新たな感染者の数は過去最多の6万7149人だったと報じました。ジョージア州やオハイオ州など8つの州で過去最多を更新したということです。また南部と西部の州では今週に入って死者の数も急増していて、テキサス州などでは1ヶ月前と比べて2倍以上に増加していると、ワシントンポストは伝えています。